レイブ・ディソールは日本の競争馬。主な勝ち倉は2010年の阪神ジュベナイルフィリーズ。クラブ法人サンデーレーシングの所有馬で、募集価格は3600万円。馬名はフランス語で、飛翔の夢。阪神ジュベナイルフィリーズ優勝時2010年9月11日のメイクデビュー札幌に中立英治を安城に迎え、一番人気で出走。 レースでは中段のインを追走し、最後の直線で先に抜け出したノーザンリバーを差し切って初勝利を挙げる。2戦目は重賞初挑戦となった10月16日京都のデイリーハイ2歳ステークスに福永祐一とのコンビで一番人気で出走。道中後方待機から大外一機の末足を繰り出し、残り100メートル付近で束をまとめてかわして重賞初勝利を挙げた。 頻バでのデイリーハイ制覇はデイリーハイ3歳、ステークス時代のシーキングザパール以来14年ぶりとなった。その2ヶ月後、12月12日の阪神、ジュベナイルフィリーズでは一番人気に応えて、GI 勝利を収めた。また、この競争では G1 史上初めて、アシュゲウマが1から3着を独占した。阪神ジュベナイルフィリーズを含む、重勝2勝を挙げたことから、 この年の JRA 賞最優秀2歳品馬に満票で選出された。明け3歳の初戦として2011年3月5日のチューリップ賞に出走。2005年のッカ賞で記録したディープインパクトの79.03%を上回る81.4%の単賞支持率、オッツ1.1倍の断然の一番人気に支持された。 レースでは、道中後方から4番手を追走すると、最終コーナーで外に持ち出し、直線では無知を使うことなく、後続に4馬審査をつける圧勝となった。その後は、大化症出走に向けて調整されていたが、3月30日の1周前、追い切り後に、右前足の頭骨遠位端部分の骨折が判明。全治見込み半年以上と診断され、貧馬三冠を棒に振ってしまう。 その後、11月13日のエリザベス城杯で復帰。実質の追い切り日本だけという内容ながら、実績が下支えして、単勝3番人気で出走。結果は11着だった。12月18日の愛知杯に1番人気で出走。後方を追走し直線で懸命に追い込んだが、踏みのイマージンの4着に終わった。2012年1月5日の京都金杯出走に、 向けて調整されていたが、右講師の施設に不安が見つかり回避。その後、1月20日剥離骨折が判明、秋講の復帰を目指すことを発表した。しかし、2月29日付で競争馬登録を抹消、ノーザンファームで繁殖品馬となる。2021年1月15日現在早寝に、阪神ジュベナイルフィリーズに着のレイブダムル、半兄に青馬賞を制した。 アプレザンレイブとレイブドリアン、判定に青場所を制したレイブミストラルがいる。ありがとうございます。